皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、お元気ですか。前回の留学ノウハウ7では、新たな可能性を見つけて再検証するをお送りいたしましたけれども、今回の留学ノウハウ8では、学生ビザでの就労許可についてお話しさせていただきます。確か F1 ビザだと週20時間くらい学内で働けたと思います。でもしかして学内だけでなくても、他の、そうですね、組織でも働けたような、記憶もありますけども、まあ、その辺はちょっと定かではないので、もしご興味ある方は、確認していただけると助かります。その20時間というのは、まあ、大変短い時間だとは思うんですけれども、それはですね、学業がおろそかにならないためにもですね、時間数に制限を設けているのだと思います。ただ時給がね、とっても安いので、生活費に回そうとか、そういうのはあんまり考えない方がいいかもしれないです。確か、私の場合は7ドルぐらいだったような気がします。だからかなり、そうですね、少ないですね。ですね、私は大学でもですね、大学院でも、自分の興味のあるね、部署に自分から仕事が欲しいとお願いに行ってですね、でアルバイトの枠をもらったんですね。でアルバイトは特に募集から見つけるという必要はなくてですね、これこれこういうわけでお手伝いしたいみたいなことをね、言いますとですね、自分からも積極的にアピールしていかなければならないんですけれども、アルバイトの枠をね、設けてくれるっていうことがよくあるんですね。でこれはですね、学内のアルバイトだけではなくてですね、普通のその就職の場合もですね、募集とかに載っていなくても、自分で大変興味がありますと、で私はこれだけ、有能な人間ですみたいなことをアピールしていくと、意外と面接ぐらいはしてくれたりするんですね。で、気が出たら呼んであげるよみたいなことを言われたりですとか、または即決でね、ああそういえばそういう人探してたなみたいなことになって、で意外と就職決まったりするようなこともちらほらあるわけなんですね。だから可能性が全くはないっていうことはないので、意外とトライしてみる価値はあるんじゃないかなと思うんですね。で逆にですね、その方がやる気があると思われて好印象だったりするわけですよ。でそうですね、あとその他にはお金はもらえないんですけれども、自分の履歴書にその経験が書けるということでですね、ただ働きもおすすめです。私は共和党のリサーチ組織にインターンを誘われたことがあるんですけれども、そこはかなり大きな組織でですね、毎日のように大物の政治家が出入りするようなところだったんですね。で面接まで行ったんですけれども、その後アメリカ人の友達にですね、これこれこういうわけで、インターンシップしないかっていうふうに言われてるんだけどって言ったら、そしたらですね、保守でもなんか保守中の保守みたいなガッチガチの保守だったので、私はね、自由党で、政治理念もかなり違っていたので、断念したわけなんですけれども、もしもね、共和党大好きな人であれば、これこそ本当に、棚からぼた持ちだったんじゃないかなっていう気がするんですね。で意外とですね、無給であってもですね、お金で買えない、経験というんですか、そういうインターンシップは意外とゴロゴロしているので、はっきり言ってほんのちょっとお金をもらうくらいだったら、こっちの方が後々ですね、就職の際に役に立ったりとかして、でまた良いコネクションを築けたり、気に入ってくれればね、その卒業の後有給で雇ってくれるっていう可能性もあったりします。
で、一番ですね、避けなければいけないのはですね、学生ビザで滞在しているときに、違法労働とか、これはやめた方がいいですよ。まあ、私の身近でも、強制送還ありましたし、意外とね、なさそうでね、あったりするんですよ。ですので、本当それはね、気をつけてください。まあ、そうですね、自分の与えられている範囲でも、そうです、やりようによっては、他の人の2倍も3倍も有意義なものになることは可能ですので、まあ、ぜひぜひね、自分の可能性を見つけてみてください。で、今日はですね、まあ、学生ビザでいろんなチャンスを見つけてくださいという話なんですけれども、まあ、これはオプションでね、学業の方が忙しい場合に、まあ、アルバイトなんかやってられませんので、まあ、ちょっと余裕ができた時にですね、いいかなと思います。それではですね、今日は、学生ビザによる、就労許可ということをお話しいたしましたけれども、何か参考になった点はありましたでしょうか。もしそうだったら嬉しく思います。それではご清聴ありがとうございました。失礼します。